ゲト連邦によって1986年2月19日に打ち上げられ2001年3月23日まで使われた宇宙ステーションである。ミールという名前はロシア語で平和、世界を意味する。サリュートの後継機。コアモジュールはサリュート6.75とほぼ同じ構造を使用しているが、新たに5個のドッキングポートを有する球場のドッキング区画を装備した。 サリュート6-7号が2箇所のドッキングポートしかなかったのに対して、ミールのコアモジュールは計6箇所のドッキングポートを利用できた。これを利用して1996年までの10年間に5つの大型モジュールが打ち上げられ、それらを結合することによって規模を拡大させた。残りの一箇所空番と一のドッキングポートには、ソユーズ宇宙船とプログレス補給船のドッキングに、 使用された。1990年代にアメリカ合衆国主導の国際宇宙ステーション計画へロシア連邦が参加することが決定し、1997年のプログレス補給船衝突事故以降、施設の老朽化と陳腐化が関係者の間で問題となり、またロシア側が新たな基本モジュールの打ち上げに意欲を示したことから、 国際宇宙ステーションに飛行士が滞在するのに合わせて廃棄することとなり、2001年3月23日に大気圏に突入した。15年もの間、旧東側諸国を中心に、アメリカやヨーロッパからも100人以上の宇宙飛行士が訪れた。宇宙飛行士の往復には主に有人宇宙船ソユーズが使用され、補給品の輸送には無人貨物宇宙船プログレスも使用された。 またスペースシャトルも8回のドッキングを行った。ミールは別々に打ち上げられた7つのモジュールを接続することで建設された。スペースシャトルで打ち上げられたドッキングモジュール以外はすべてプロトンロケットで打ち上げられた。ミールのコアモジュール特番とクーバント1は予備機が製作され宇宙飛行士の地上訓練や国外での展示などに使用された。1989年 名古屋の世界デザイン博覧会に出展された予備機を堀江企画が購入、岩倉建設に転売された後、1998年に北海道苫小牧市へ寄贈された。当初は苫小牧市科学センターの脇で屋外展示されていたが、1999年にミール展示館が建設され、ミール滞在経験のある元宇宙飛行士なども訪れている。ミールの コアモジュール。左側の白い機材が HBG900AP と見られる国家機関、公共施設企業、TV 番組。ありがとうございます。